はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今日はですね、パズドラの前にちょっと気になることがあったんで、気になるっていうか面白いのを見つけたんで見てください。はい、こちらですね、このグラナディアサーガっていうやつなんですけど、あ、これ案件じゃないよ、案件動画じゃなくて、これ日野さんがねイラストデザインをしたらしくて、バルキリーとか最近進化したリョフとかのねイラスト描いてる方なんですけど、もうこれ見て見て、これもう完全にもう完全にすごくない？もう下の子なんかミトちゃんですかみたいなってだけです。そんだけです。はい、いやイラストをね綺麗だねって思っただけです。そう、なんかこれを描いてたからちょっと進化が遅れてたみたいな感じなんじゃないかな。で、リョフの時にも話したんですけど、ビシュヌも来るんじゃねっていう話ですよ。あんま見ないけどね、あのクリシュナとかね、覚醒してからガネーシャですら。なんでまああんまり期待はできないんですけどね、期待しておきましょう。はい、ということで今回ダンタリオンでございます。はい、進化しました。で、何気にこっちに新覚醒ついてるんですね、これスキルブーストプラスってことで、今回はこのパーティーを使っていきます。はい、まずこちらリーダースキルが強くなりました。火か闇の十字消しで 3.5倍、回復の2コンボ以上でダメージを軽減、語彙力3倍ということです。ただもちろんメルティングマスクスは闇消す可能性があるんで、そこは注意です。はい、そしてこちら、まず何が強いかって、この武器、これデュエマのコラボの武器なんですけど、バジュラズソウル、強くない？よく見たら強くない？これね、これ全員につけたらやばいよねってことで、それをつけてみました。こちらはスキルブーストプラスがついております。あとは副属性がないんで捨てが高いです。で、あとはネイコットンですね。もうとりあえずネイコットン入れとけという感じでいきましょう。なんとフレンド1人、まあストーリーも1人でしたからね、ストーリー1人でしたからね。はい、すいません。とりあえず1個組んでみよう。回復のねコンボも必要なんでね、そこも考えていかないといけないんで、はい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 、これで110倍か。あ、いいですね。なんか面白いね。今日声が出ないんだけど。てか、なんか、ついにやったかな。全然ここ最近風邪ひいてなかったんだけど、ついにやっちゃったかな。なんかね、声が出ないんですよね。回復2コンボ以上でしか軽減が入らないんで、そこが怖いな。で、一応これシステムなんで使っていきます。ダンタリオーンなんで。ダンタリオーンだけど、これ闇がないと、コットンだけで頑張れないよね、さすがに。どうかな、コットンちゃん頑張ってくれんかな。どっこいしょ。一応110倍は出ますが、まあこんなもんか。回復で軽減だけしておきましょう。で、光は取っておきたいね。闇も取っておきたいね。足りない。ただシステムなんですね。どんどん使っていけ。ネイが頑張った。OK。なんかフレンドさんも溜まっちゃいましたけど、遅延受けたんで、これもこのまま使っていきます。TOTOさんめんどくさいんだよな。便器作っとれって話なんだよな。こうして、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 こう。十字2個と回復2コンボしてみたいね。ネイ使って、難しいな、なかなか。ヨグみたいな陣もっと増やしてほしいよね。なぜ光属性にあれ持ってったんだろう。おかしいよね。スキルは強えわ。リーダースキル強えわで、あいつ。なんか3色にまずつけるべきだったんじゃないですか、あのスキルはね。溜まってないですね。とうとうさん。ねえ、使いたないけど。火と闇十字にしたらワンチャンあるかな。ありそうだよね。てかあんまり操作延長はないんだな。これちょっと怖いですが、頑張ってみたい所存であります。間に合いそうですね。
回復も捨ておきたい。これで倒してほしい。150倍いけそうだ。回復力低っ。セーフ。セーフだけど、結局使いたいよね。ここで使う気はなかったんだけどな。火少な。困ります、こんなの。闇も十字にするべきだったんじゃないの、ナッチさん。まあ、倒せそうだけど。回復2コンボでも代用できるっていうのは、便利なようで難しかったりもしますね。全然スキルが使えないんですけど、今のは仕方ないよね。頼むって。やっと溜まった。これみんな一気に来るんだよな、しかもな。火の目覚め欲しいな、これ。闇の十字と回復2コンボで狙ってみます。火の目覚めがあったらヌルゲート化すぞ。これで誘っていく。やばいんじゃない？ああ、耐えなかった。残念。残念！まずいまずいまずい。このパーティーに操作短縮とかまずいまずいまずい。組んでいきまーす。あ、ないのか。これは2コンボしときゃどうにかなるんだね。お疲れ様でした。さあ、ボスボスボス。ボスボスボス。陣がないのがね。悔しいですけど、ダンタリオン一発撃って闇欠損したわ。困るわ困るわ。これ闇欠損は一個じゃ無理でしょ。さすがに変化があるとはいえ、うわー辛い。ランダム生成の今悪いとこ出ましたね。頑張りましょう。島村うずきと化します。頑張ります。頑張ります。頑張って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 。落ち込んこないが、しかしよろしい。いや、ボルメテウスの武器これ強いんじゃね。やっぱりボルメテウスの武器を継承したら、だってあのルビーの火力上がるわけですから、ボルメテウスの武器強い説ってのが出ましたね。はい。ってことで、なんかよくわかんない感じで終わっちゃったんですけど、まあ、とりあえず、闇でも良くなったし、回復の2コンボでもね、火力どんどん上がっていくんで、まあ、十字が1個でも全然大丈夫ってところは使いやすかったですね。ただまあ、ちょっとギミック、泥強が多すぎてギミック対応力が若干低いんで、バインド回復もね、ちょっとガバガバだったし、今思えば。まあ、その辺注意ですね。はい。ってことで。まあ、トトのせいですね、これ完全に。システム狂ったし。まあね、このシリーズは、あれですもんね。まあ、パイモンは、追い打ちとかあったらさ、サブレ使えるんだけど、やっぱりリーダー特化って感じがするんで、ちょっとね、ロノエとかにしても難しいよね。はい。ってことで、ダンタリオンでございました。次ね、この検証してみたいと思います。これ使ったら、サファイアは2個分なんのかっていうね、検証してみたいと思いますんで、そちらもよろしくお願いします。ということで以上、ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。